ごめんなさい。人に優しくされたの久しぶりで。いただきます。うわぁ、これが人のぬくもり。生きてるって素晴らしい。もしかして受験生さん？崖っぷち浪人生って自分で言っちゃうの逆にすごいな。もう行きますね。ちゃんとお詫びしますから、そのうち。ごちそうさまでした。